新型コロナの感染者数が今年に入って最多に、感染対策を呼びかけています。名古屋市によりますと、市内の定点医療機関あたりの新型コロナの感染者数は今月21日までの1週間で今年最多の 18.27 人となりました。名古屋市内では直近の5週間で感染者の数が3倍以上になるなど、急激に拡大しているということです。夏休みを迎え、人の流れが活発になり、今後さらに感染者数が増える可能性があることから、名古屋市は熱中症に注意しながら、マスクを効果的な場面で着用するなど、基本的な感染対策を呼びかけています。